はい、お次こちら。宮野さんから下野さんに宮野くんの好きなところというタイトルで一曲お願いします。ナイスパス、ナイスパス。これ二つ目ですか。あのね、なんか今日ひどい。なんでな、ここでなんかみんなが温まってるかどうかも謎のままよく曲に行く流れにしたよね。本当だよ、台本上だって今正直弱ペダのこと何一つやってませんよ。宮田さんだけですよやってんの。下野さん、下野さん、やっぱりそんな急にここで歌えって言われてもそれはできませんよね。やります。あれ、これはライブコーナーということで我々一回はけた方がいいんですかね。はけなくて大丈夫です。はけなくて大丈夫。全然時間読めないなこのイベント。でも下野さん、フルコーラスは無理ですよね。いくらなんでもフルコーラスは無理ですよね。あのワンコーラスぐらいだったら。あ、そこは日和るんだね。大丈夫、下野さん、僕の好きなところではいっぱいあるでしょ。そうだね、宮野くんの好きなところっていうタイトルの歌だから。だって下野さん、僕のこと大好きじゃないですか、正直。なんか一緒に飲み、ね、飲みに行くと、もう宮野くんのことが好きなんだよ。やめろ、すごい好きなんだよ。宮野くんが現場にいるとすごく嬉しいんだよ。もうやめておくれ、本当に。じゃあそのね、溢れ出る思いを、ね、とりあえずあの左乳首を触ってスイッチ入れてもらって。そうですね。お前もさ、あ、そこにあった、ね、自分でピンってできるの、すごい ね。知らない人に説明すると、歌が好きなんです。それでは歌っていただきましょう。下野紘で宮野くんの好きなところ。あまりにも突然でびっくりしているけれど、いい歌なんだよね。本当に宮野くんを僕は好きなんだ。あ、来た、ストレートにメッセージ来た。明るいとこ一個ずつね、やりすぎちゃうとこ、酔っ払うと時々眠くなった、そんな顔も好きなんだけれど、お一番好きなとこはとにかく何かをするときに周りのみんなの笑顔のことをやめろ考えていること、頑張っているとこ、彼は何でもできるスーパーマンじゃないってことを僕は感じてる、わかってるよ、だって君が好きだから。俺も好きさ。下野紘が一生懸命頑張る姿、いつも横で尊敬してる。下野紘大好きさ。ワシさん、これでいいんじゃないですか。